はい、皆さんこんにちは、ワナリュウルイシです。では今回はギレンの野望、ジオンの系譜、ジオン軍編続きをプレイしていきたいと思います。今回はですね、ここまでオデッサ、北米、キリマンジャロ、北京と攻略を進めてきましたので、インド、マドラス基地の攻略を行っていきたいと思います。では早速時間を進めていきたいと思いますが、ランバラルのホワイトベース討伐イベント発生していましたので、まずね、そちらをご覧いただきたいと思います。はい。ではね、ランバラル隊が抜けてしまいましたけども、この後、イベントがさらに進むと、ランバラルにドムを、補給するか、まあそういうイベントに進んでいくんですけども、ドムの開発状況を確認しておくとですね、もういいところまで来てました。あと2ターン後にドムの開発が完了するというところまで進めてきています。なので、なんとかね、間に合わせることができれば、ドムをランバラル隊に送りたいというふうに思っています。あとはですね、カリフォルニアベース、ここでは、ズゴックの生産を開始しました。ハワイ攻略に向けてというところですね。ズゴックも量産体制が整ってきたので、まあ、この後はですね、マドラス基地攻略後にハワイ攻略というのもね、狙っていきたいと思います。で、動画のコメント欄、あとはツイッターの方でもね、外交やってますかということで、コメントをいただいてるんですけども、やってはいます。まあ、ただ場合によってはお金を要求されることもあるので、その場合にはね、お金はないので、まあ提案を取りやめたりしているので、援助提案を取りやめたりしているので、まあ、思ったようにね、まあ、外交で成果を上げられていないという状況はあります。資源をね、提供できる場合には漏れなく資源をね、提供させていただいています。では、マドラス基地攻略に合わせてですね、多方面に部隊展開していますので、攻略戦続きを行っていきましょう。ここは今、北極での戦いなんですけども、一つだけ基地が海上にあってですね、この海上の基地攻略するには、やっぱり土台がないとね、攻略が今できない。まあ、ズゴックが出てきて配備が進めば、もちろんね、水中戦も戦えるようになるんですが、現状ではこの土台、プラス陸戦 J 型しか戦力としては持っていないので、これでちまちま削っているというところです。東部アフリカ戦線ですね、ここはキリマンジャロ周辺になりますけども、ここにはガンダムらしき機影が確認、つい、されてしまいましたね。まあ、ガンダムが、まあ、いるんでしょう、おそらく。まあ、なので、まあ、このガンダムを排除しながら進んでいくということになるので、まあ、ちょっともう土台をね、犠牲にしながら索敵を行っていきましょう。プロトガンダムいますね。プロトタイプガンダム。耐久はそこまでではないですけど、やっぱり運動性能、あとは、装備も強いですね。ビームライフルにビームサーベル。こっちにもいるんだよな。ここは陸戦型のガンダムですね。まあ、陸戦型のガンダムも、まあ、やっぱり強いな。ちょっとこの辺りから気合い入れていかないと、なかなか前に進めないかもしれないですね。では、プロトタイプガンダム、ベイトが乗っていたと思いますけども、ここにマッシュが攻撃を仕掛けます。戦闘シーン見ましょうか、せっかくなんで。プロトタイプガンダムは短期だな。これ今横から攻撃が加わってるのはマテラトップの3スタックからの攻撃ですね。これは格闘が入れば撃破できるかもしれない。かわされるか。さすがに運動性能が高いだ。マゼラトップはちなみに、支援攻撃でね、レンジが2マスあるので、そこは本当に嬉しいポイントにはなってます。陸戦ガンダムには、白はアマダが乗ってますね。この俺が。そしてマッシュが撃破されて、陸戦ガンダムは残るっていうね。まあ、一応、敵の補給、これはカットしてあるので、
ダメージが回復するっていうことはないので、次のターンでね、確実に陸戦型ガンダムを。そして、ガンキャノンも残ってるので、このガンキャノンもね、撃破できるように、支配をね、していきたいと思います。マッシュは再び、傷が癒えたら、先生に復帰してもらいましょう。このザク2のジェガタはもう無理だな。でしゅ。まあ、逃がしてくれるかどうかという問題は別にありますが、ガンタンクの3スタックとか本当に硬そうですよね。しかもそこからまたコアファイターが生まれ出てくるって考えると、ちょっと頭が痛いですね、本当に。ここは陸戦型ガンダムが1、ガンタンクが2というね、構成の敵になります。全員の陸戦型ガンダムを撃破できれば、残りガンタンクにね、接近戦を仕掛けるっていう戦い方もできるかなとは思うんですけど、どれだけ当てられるかですね。逆に切られて殺されるパターンか。まあ、陸戦型ガンダムがね、すごく強いっていう、恐怖心はないんですけど、ザク2の陸戦タイプ J 型だとそろそろ限界なのかなっていう気もちょっとしてきましたね。次のターンキリマンジャロから増援出してここ支配確実にしていきましょう。ランバラル隊からの入電報告します。我々ランバラル隊は太平洋上において木馬を発見、敵モビルスーツと交戦しました。木馬の戦力は想像以上です。しかし、なぜかは分かりませんが、奴らの戦い方はまるで素人です。何か秘密があるのではないでしょうか。はい。開発部より、ドムの開発間に合いそうですね。報告がありました。開発部まだランバラルから補給要請来ていませんが、ここで、ドムが開発完了できたので、ランバラルから、ドームの補給要請があった場合にドームを送りましょう。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。開発部の提案をご覧になりますか。新しい開発プランも目を通しておきたいと思います。これはリックドーム作るための前提になっているザクですね。あとは黒い3連星専用の機体、これドムですね。ランバラル専用機も開発可能。いや、このあたりはもうまとめてお金使ってでもやりましょう。先に開発プラン行っていきます。まずは3連星用のドム、まあ、バイバ投資する必要はないので、ランバラルのものも開発行っていきましょう。一旦後にチューンアップするだけですからね。あとはリックドームの前提になっているこちら MS06RS も開発しましょう。お金がどんどんなくなってってるけど、どうだろう、リックドーム開発急ぐために売却投資するかどうかだな。どうしよう、リックドームは宇宙で一刻も早く欲しいので投資しちゃいます。で、早速ドムの生産を開始しましょう。まあ、この後、マドラス基地攻略を考えると、北京で作るのが一番いいかな。まあ、数はあまり作れないと思うんですが、ドムを作っていきます。東部アフリカなんですけども、敵の増援が到着してしまって、この後全滅してしまう可能性が出てきたので、一度、エジプト方面に撤退します。まあ、ちょっと想定外の敵の援軍ですね。まあ、一機でも多くのモビルスーツを撤退させて体勢を立て直して、キリマンジャロの部隊とね、もう一度迎撃戦ができるようにしたいと思います。なのでもうここは躊躇なく撤退。ちょっとでも多くの味方を逃がします。砂漠の適性っていう意味でもね、陸戦型ザク決して高くはないので、
やっぱりここでしっかり戦うんだったらデザートザクとかになると思うんですけど、汎用性を考えた場合で、ね、デザートザクが果たして、最適な選択なのかというのもあるので、デザートザクは全く新しく開発ももちろん生産もしていないという状態なので、このままなんとか一旦逃げ切って体制立て直していきましょう。ドームなんかがね、本格的にロールアウトしてくるとまた戦局も変わってくるのかなとは思うので、まあ、ここにいるザクはちょっと逃がしていきます。パイロットは乗ってないですけど、結構なね大部隊でここを攻撃しにかかってきてますからね。残ってくれよ。いや、ザク2の J 型が2ユニット撃破されましたね。しんがりとは得てしてこういうものだとは思うんですけど、なかなかきつい戦いになってた。まあ、ザク2の J 型、今残っているのが4ユニットこのフィールドに残ってるんですが、このうち1ユニットはもう撃破されてもしょうがないっていうね。割り切っていきましょう。しっかり退路を断つように布陣してきたね、敵も。ガンキャノンも、まあ、思いのか早く動いてきてるのは、補給ライン上をね、敵も進軍してきてるからというのはあると思うんですけど。オルテカ、逃げ切ってく、ガイア。逃げ切ってくれよ。この18部隊がね、そのまま次、キリマンジャロ基地とかの攻略戦に出てくる可能性もあるので、防衛をしっかり固めましょう。さらにランバラル隊からですね。これドームの応急要請あると思います。申し訳ありません、木丸戦力は予想を上回り、我々は手痛いダメージを受けました。このままの戦力では木馬を打ち取ることはできません。戦力の補給が必要です。ランバラルをもってしても苦戦するとは、木馬の力侮れんな。新型モビルスーツドム1個招待を送ろう。ドムならば V 作戦にも引けを取らんだろう。いいだろう兄貴。ドズル兄さんは支援のためにドム1個招待を使うというのですか。それだけの戦力ならばより効果的な使い道があるはず。総帥、ランバラルへのドムの支給はお取りやめください。いや、ランバラルにはドムを支給する。なので選択肢の確認ですが、ランバラルへのドムの支給をお取りやめくださいに対してイエスだとはいやめますですよね。ノーだといいえやめませんになると思うのでノーにしましょう。ちょっとこの辺りの選択肢、古いゲームだと怖いですよね。よし、ランバラル隊にドム送れますね。ランバラル隊にドム1個招待派遣する。ドムならば必ず。これでイベントでホワイトベース撃破できると思います。開発部より新兵器で、ランバラルと、まあ、あと3連星用にね開発した専用機のドム、これは3連星用にはね、数を用意したいと思います。3連星用のドムといってもカラーリングは特に普通のドムよりも何か違いがあるかというと見受けられないように見えますよね、外見からだとね。一方ランバラルのドームに関しては明らかに色が違うブルーのカラーリングになってます。はい、ではね、今回ちょっとマドラス基地の攻略までたどり着けませんでしたが、ドームの開発完了ということで一区切りつき、ランバラルにねドームを送ることもできましたので、一旦ここまでにさせていただいて、次回、なんとかねマドラス基地攻略に向けてしっかりプレイの方を進めていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただきます。